合津朝日岳は、福島県南合津郡多田美町の南部にある山で、ある。標高1624.2メートル。三島三角点、朝日岳設置。越後三山多田美国定公園に属する。奥合津の西部に位置し、合津駒ヶ岳、坪乳山、丸山岳、合津朝日岳に続く、古生草山地の北端に位置する。山頂付近の稜線は、 鋭い断崖絶壁が2キロメートルほど続く。ブナの原生林が残り、野生の動物性も豊かで、林野町の奥合津森林生態系保護地域の保存地区に設定されている。山頂からは南に丸山岳、南西に平ヶ岳、荒沢岳、中野岳、越後駒ヶ岳、西に高倉山、北西に浅草岳が見渡せる。 周辺の集落が、三山の谷深い地域にあるため、遅い時刻にならないと太陽を見ることができない中、この山は、早朝に火を見ることができるため、朝日岳という。江戸時代の文化年間に編纂された、新編合図風土木では、朝日山行北号の初村発信山中に住する子、安定後して火を見る。ただこの山の三つ名朝に日を兼る米とすとある。 国道289号の黒谷地区の分岐から、白沢集落、岩名の里を経由して、赤倉沢り山口駐車場まで、車道を約 7.0km。赤倉沢り山口駐車場から三好道木、瞳の松、加納の高手のピーク、熊野平城の朝日岳避難小屋、倍内の高手を経て山頂まで、約 6.1km、約4時間。 山頂付近は岩場になる。平成23年7月新潟、福島豪雨による災害により、登山口までの道路が土砂で埋没し、また登山道の状況も確認できていなかったため、4年間入山禁止となっていたが、2015年シーズンから登山道が再開通した。ありがとうございます。